福岡城桜まつりが開かれる福岡市の舞鶴公園では今年もソメイヨシノの花が開きつつありますそんな中感染防止を図りながら桜をめでてもらおうと注意を呼びかける看板が設置されました去年は中止された福岡城桜まつりコロナ禍は続きますが少しでも街を元気づけようと今年は感染対策を図りながら開催されます ちらほらと花が開き始めた舞鶴公園内のおよそ三十箇所に設置されたのは。宴会や飲酒、それに夏季の使用の禁止を呼びかける看板です。一人でブラッド。うん。お酒もやめて。うん。それかい。それでいっちゃう。今年の桜まつりは恒例のライトアップや屋台。特設ステージなどは中止されますが。その代わり、桜のライブ動画や。 アーティストによる無観客ライブをオンラインで配信します観戦を気にすることなく全国どこからでも舞鶴公園の桜が楽しめるという粋な企画です舞鶴公園はあのソメイヨシオのを始めとしまして1000本の桜がありますのでまあ、この魅力を逆に今回をきっかけにですね、あの知っていただければなというふうにも思います桜祭りは明日から来月4日まで開かれます